はい、どうもギテです。今回もご視聴いただきありがとうございます。はい、ということで今日はですね、サムネイルにもある通り半顔メイクを今まで一回もしたことなかったので、意外だよね、やっていこうと思うんだけど、今半分すっぴんなので半分隠してるんですけど、早速公開していきましょうか。いきますよ、3、2、1、ドン。すごくないですか？つけまつげもアイプチョも使わずに、この目のさ、大きさの違いすごくない？自分でびっくりしたんだよね、本当に。こっちまださ、見れる範囲ないじゃん。こっちやばいよね、マジで。本当に。悲惨すぎるんだけど。という感じで今日は僕の半顔メイクをご紹介していこうと思います。まあ、毎日メイクとあんまり変わってはないんだけど、ポイントをね、また詳しく言いながらご紹介してるので、ぜひぜひ最後まで見てもらえたらなと思います。では早速やっていきましょう。どうぞはい、それではね、やっていこうと思います。最近またここにニキビができちゃって、ちょっとね、下げって感じなんだけど、とりあえずやっていきます。まずカラコンはイットアイズのシアグレーっていうカラーを使っていきます。はい、こんな感じで結構ね、グレーで発色いいんですけど、縁がね、細いのですごいね、ナチュラルに馴染みます。で、次に下地はセザンヌの皮脂チカレ防止下地ピンクベージュを使っていきます。今日久々に用事があってね、渋谷に行くんですよ。もうほんと自粛明けてからってか、まあその前からはあんまり行かないから、本当にね、3ヶ月ぶりぐらいに渋谷に行くので、なんかちょっと緊張するよね。てか大丈夫なのかな渋谷。次、ファンデーションは今回はキルカバーのクッションファンデーションを使っていきます。僕の毎日メイクは基本的に白肌が結構ベースになってくるので、これはね、すごい白肌もできるし、プラス今日時間がないので、これでパパッと仕上げていきます。多分この段階でね、もう半顔メイクの威力が発揮されるんじゃないかなと思う。肌のトーンが上がって、プラスニキビとかニキビ跡とか全てカバーされてしまったら、もうさ魔法じゃん。そんなすごいよね、本当にこのカバー力で。クッションファンデって売れやすいイメージがあるけど、俺はこれをもう、このキルカバーのコンシールインのクッションファンデーションは割とセミマットな仕上がりだから、普通のリキッドファンデとあんまり変わらないと僕は思ってて、ただ手で塗らないだけって感じだから、僕は時間ない時はこれでバーって仕上げちゃって、で上からも普通にがっつりパウダーファンデーションを乗っけます。この時点でもうすごいでしょ、だいぶすごくない？でこんな感じで完璧にカバーができたら、次はマックのライトフレッシーコーラルグラスファンデーションを上から塗っていきます。で、案外このライトフルのコーラルグラスファンデーションはオイルコントロールの機能がすごく高いので、あんまり皮脂崩れもそんなにしないですよ。なので普通に僕はリキッドファンデとしてクッションファンデーションを使ってます。で、次パウダーはエクセルのクレアルーセントパウダーのシアベージュ使っていきます。パウダーしてあげると、パウダーとファンデーションが肌の上で自分のこの体温によって馴染んでくるんですよ。密着してくれるので、より崩れにくくなるので、このパウダーを多めにつけるっていう作業は海外メイクから学んだんだけど、すごいいいですよ。よれすごいなくなります。次、シェーディングはトゥークールフォースクールのアートグラスバールダウンシェーディングパウダー使っていきます。基本この2色を僕は使ってます。もう完全に底見えコスメ。一番気になるところからがっつりとシェーディングをしていきます。この顎は避けて、口の横からこう丸く描くようにしてあげると、顎がすごく前に出るので、より骨格がはっきり見えます。ノーズシャドウも鼻筋から下にまっすぐ入れていきます。あと人中、あと唇の下入れていきます。で、次は毎度恒例の肌を磨く作業なんですけど、マックのエクストラディメンションスキビニッシュダブルグリームフェイスパウダーで顔を磨いていきます。大きめなブラシでくるくるっと取ってあげてから、ハイライト塗る位置から全体的にパウダーを払いながら肌をなじませていきます。この工程がすっごくすごく大事です。全方向から見ても綺麗な顔に見せられます。この時点ではまずすごいんだけど、眉毛変えたらもっと変わるから。次に眉毛の下書きはサナエクセルのパウダーペンシルアイブロウ EX のグレッシュブラウンを使っていきます。基本的にシャープな眉毛が好きなので、シャープに斜め上に向かって描いていきます。
こんな感じで下書きをまず書いてあげます。次にこちらのキャンメイクのミックスアイブロウ03番の一番暗いカラーのみを使用して眉毛のグラデーションを作っていきます。はい、前頭から前尻にかけてグラデーションを作っていきます。次に僕は眉毛の毛が全くないので毛を描いていくんですけど、こちらのスネークセルのスキニーリッチライナーのグレージュ、このグレージュが大事です。グレージュで眉毛の毛を描いていきます。こんな感じで毛を描いてあげるとより自然な眉毛に仕上がります。次にアイシャドウはこちらのケイトのトーンディメンショナルパレットのコーラルベージュ系を使っていきます。まずはじめにこちらのオレンジのカラーとちょっと暗いオレンジのカラーをポンポンと混ぜて使っていきます。同じカラーを下にも入れていきます。はい、次にこの白とラメを混ぜて目頭と涙袋に入れていきます。次にこの暗いラメを取ってグラデーションを作っていきます。基本僕は目が小さいので横幅を見せるために目尻側にまず暗い色を置いてから中央に向かってなじませてあげてからグラデーションを作っていきます。で、余ってる指で下も若干なぞるように入れていきます。では次にエクセルのスキニーリッチシャドウのロイヤルブラウンとカラーを使っていきます。まずこの一番暗いカラーを指で取ってあげて、さっきと同じく目尻にポンと置いてからまつげの生え際をなぞるように塗っていきます。で、目頭でも少しだけ強調してあげます。こことここに暗い色を持ってきてあげると、ここに光が入るのでより目に立体感が生まれるので、平面な顔の人はすごく立体感が生まれます。あとは僕平行二重なんですけど、初めのこの線が結構薄いので暗いシャドウを乗っけることによってその線を濃くしてより二重をくっきりとさせる効果があります。次に付属のちっちゃいチップにこの一番暗いカラーを取ってあげて涙袋を描いていきます。僕は基本的に目頭からあと黒目の終わりぐらいまでの位置、このぐらいの位置まで涙袋を作ってます。もうだいぶ目の印象が違う。次に先ほど眉毛でご紹介をしたサネエクセルのスキニーリッチライナーのグレージュというカラーでアイラインを描いていきます。僕は二重まぶたなんですけど、結構まぶたが重たいのか目を開けるとライナーが見えなくなっちゃうので結構太めにガッツリと引いてます。だいたい目尻から結構1センチぐらいかな、延長してラインを引いてます。こんな感じです。あと下まつげ描いちゃいます。こんな感じですね。で、最後にこちらのケイトのダブルラインエキスパートで二重の線を強調しながら涙袋も描いていきます。こんな感じでアイメイクは完成です。僕の場合まつげないのでマスカラは使わないんですけど、女性の方は上下まつげをバサバサにマスカラで上げてあげるとより縦幅が広がるので目が大きく見えると思います。で、次チークを若干上げていくんですけど、僕はいつも統一感を出すためにアイシャドウをチークとして使うことが多いです。今日使ったケイトのこのシャドウの一番明るいカラーを若干取ってあげて、目のここら辺ですねをシャドウとつなげるように塗っていきます。結構中国メイクのやり方ですね。あと鼻も若干入れます。で、次に最初顔を磨く工程でご紹介したマックのハイライトで顔を立体的に仕上げていきます。まずここの C ゾーンを入れてあげて頬骨をさらに濃くしていきます。あと正面から見た時にここにツヤ玉があるとすごく肌が綺麗に見えるので、この真ん中にも目の下ぐらいの位置にツヤ玉を持ってくるようにハイライトを点置きしてあげます。あと鼻先と鼻筋とと、この目の下の位置ですね、ここも光が入ると鼻筋がキュッと細く見えるので効果的です。あと唇の上と顎ですね。で、最後リップなんですけど、リップ描く前に最初眉毛で使ったこのブラシあるじゃないですか、これに眉毛のシャドウが若干残ってると思うのでそれをそのまま使って
口角を若干僕はいつも延長して描いてます。このぐらいでなじませる。なんか最近スマイルリップって言って口角がこうクッと上がってる唇が割とトレンドになってるんですよ。で僕もそういう唇にしたいなと思うので若干斜め上気味に口角をまず作ってあげます。で次に MAC のプレッププライムリップベースを塗っていきます。これを塗ると唇の縦じわがなくなって色持ちがすごく良くなります。でリップは 3CE のマットリップカラーの909番使っていきます。まず内側にのっけてあげます。で指でぼかしてあげます。基本僕は上と下はオーバーリップ気味にリップを塗るようにしてます。で次にこちらのニベアのリッチケア&カラーリップクリーム、色付きリップですね。これを上から重ねていきます。程よくツヤ感が出て色が若干くすみ系の赤になるのですごくおすすめです。で最後に唇の上に若干ハイライトをまた最後足してあげます。で仕上げに MAC のプレップライムフィックスプラスを吹きかけて終わりです。はい、というわけで結構初めてぐらいで半顔メイクやってみたんですけど、いやすごいね。なんか比較画像でサムネイルでさ、すっぴんとメイク後って感じでビフォーアフターすごいっていうのは今まで何回も出してるんだけど、実際自分の顔で半顔メイクっていうのをしたことなかったので、自分メイクうまいわ本当にすごいと思う。別人すぎじゃんマジで。何倍だよって本当に。すごくないですか。すごいな。眉毛について詳しく知りたい方は僕前眉毛単体の動画を出してるので概要欄に貼っておくので、そちらの眉毛の動画を見てもらえたらなと思います。この後ねもう半分も仕上げて渋谷に行こうと思います。では参考になったよ、いいなと思った方はグッドボタン、高評価、チャンネル登録、通知もぜひぜひお願いいたします。あと概要欄の方からインスタグラム、ツイッター、TikTok のフォローもぜひぜひぜひお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ギテでした。バイバーイ。